らしてしまうんですけど、今ここは北海道のファストブレイク、入りましたね。ようやく入ってバックショットはエンドワン、ね、バスケットカウント。と北海道はそこ決まるシーンが見られないので、まあ、ファンの方々はもっともっと彼が決める姿を見たいと思います。一方の横浜はベテランのモリスもいます。そのモリスがスリーを狙う、ここで来る。中野選手もそうですけど、牧選手、この辺りのスリーポイントの確率が上がってくると非常にいいバランスになってくるんですけど、なかなかまだそこが上がりきってないですよね。やはりスリーファウルになってしまうとなかなか最後厳しくなってしまうので、バスケットカウント小牧がよく取った。今ナイスパットしましたよね。レッドに対してはミラーだ。体を当てて当てて、ね、バスケットカウント。いや、それも彼の非常に今いい経験になってますよね。あ、そうですか。まだ若いですから、23歳、なのでね、これからいっぱいいろんなことがあると思うので。詰め寄りました、ホームの北海道。森井が行く、素晴らしいドライブ。森内選手が入っている、左、いいプレーですね。ここは空いていました。やっぱりこれが、まあ、森内選手を、ハイローのプレーは通りませんでした。今度はこっちが空いている。いいですね、ハモンズ、もうずっとこのプレーもやり続けてますよね。